ラジオ高等時刻は10時になりました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等ラジオ高等、この番組は区政情報、さまざまな町の話題をお伝えします。こんにちは、望月香織です。本日はオリジナルラジオ番組を作ろう、中学生放送研究会小学生放送クラブをお送りします。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りします。ラジオ番組を自分たちで制作し放送する中学生放送研究会小学生放送クラブ、ラジオ番組の企画、取材、収録などを体験し、区政や町、そしてラジオへの興味を持ってもらおうという取り組みです。なお制作にあたっては新型コロナウイルス感染症対策に十分配慮して行っています。さて今回は小学生放送クラブ、第四砂町小学校5年坂部美咲さん、そしてサポート役中学生の坂部美優さん、こちらのお二人がキバスタジオから生放送でお送りします。それではスタートです。美咲と美優のララジオ。まずは江東区のゴミ問題について興味を持ったので、ここの近くにあるエコックル江東という身近なゴミ処理問題に関することや、さまざまな環境問題について学ぶことができる学習施設に行って取材してきました。今からそこで学んだことや感じたことを姉の美優ちゃんと話していければと思います。一番印象に残ったのは江東区のゴミ戦争とゴミ削減についてです。モッチーさん、江東区のゴミ戦争って知っていますか？はい、ゴミ戦争ちょっと勉強不足で知らないです。教えてください。はい、高度経済成長期の20年間で東京のゴミの量が約8倍になったことによって、一気に江東区のゴミの量が増えました。なぜならゴミ戦争っていうのは、他の区の人が毎日ゴミ収集車5000台ものゴミを江東区に持ってきて捨てていったことによって、江東区がゴミ食べ場になってしまって、もうゴミを江東区に持ってこないでほしいといったことで争いが起こったことなんです。そうだよね。ちなみに夢の島は昔東京のハワイと呼ばれるくらい綺麗な海水浴場だったんだよ。なのにたくさんのゴミが捨てられたことによって、綺麗な海岸がゴミで埋め尽くされちゃったんだよ。もし今東京のハワイが残っていたら最高だったよね。それな、調べたところ、なんと信じられないことに夢の島だけじゃなくて江東区の至るところに 生ゴミなどもそのまま捨てられちゃったから、腐った匂いや大繁殖したハエが住宅や商店街まで飛んできたんだよね。うんうん、それは江東区の人たち抗議したくなって当然だよね。戦争も起こるわ。その後江東区民だけじゃなくて他の区の人も協力してくれたおかげでゴミ戦争がなくなってくれたから、昔の江東区民と他の区の人に感謝しなきゃなって思ったな。だって昔の人がもし協力していなくて、ゴミ戦争が終わっていなくて、今の江東区が昔の江東区よりひどくなってしまっていたかもしれないからね。うんうん、確かに。私は昔の江東区にもしいたとしたら、道路などにもゴミが溢れているし、悪臭も充満していて、ハエも大繁殖しているから最悪と感じて、全力でゴミを持ってくることに対して反発していたよ。でも今はいろんな人が協力してゴミ戦争を解決したから、ゴミも溢れていないし、悪臭もないし、ハエもたくさんはいないから、日々不満を持たずに生活できているよ。そうだね。そしたらここでクイズを出すよ。聞いている皆さんも考えてみてね。代表でモッチーさんが答えてください。はい、かしこまりました。では問題、はい、清掃工場は東京23区すべての区にあると思う？シンキングタイム5、4、3、2、1。モッチーさん、はい、答えをどうぞ。すべてにあるでいきましょう。あれ不正解。不正解。正解はないでした。ないんだ。ちなみに23区中6つの区には清掃工場はありません。江東区は十分焼却できるほどの施設を持っています。うんうん、そうだね。
夢の島と有明ゴミ工場だね。ゴミ戦争があったことによって、各区のゴミは各区で始末せよ、迷惑はみんなで負担せよという考え方が定着したんだよね。とっても良い考え方だよね。そうだね。ゴミ戦争が解決したのは、全員が江東区などの他の区に全て任せずに、自分のゴミは自分で処分をしようと決心して、全ての区が気持ちを切り替えて協力したからだよね。その全員が協力する気持ちは、現在の環境問題にも大きく役立つと思うよ。そうだね。エコックル高等で学んだことで驚いたのは、今ある東京23区最後の埋め立て地は残り50年でいっぱいになると言われていることです。これを知ったとき、あと50年しかないの？危機じゃんって思ってしまいました。へえ、あと50年しかないってことは、ゴミ戦争が解決された時のように、またみんなで協力してゴミを減らしていかなきゃいけないよね。うんうん。1年間で江東区で出るゴミの量は約8万9千トンで、東京タワー約22個分の重さになります。へえ、東京タワー約22個分か。ちょっとよくわからないけど、なんかめちゃくちゃ多そう。みゆちゃんはゴミを減らすために何ができると思う？まずはエコックル高等で知った情報をもっと多くの人が知るべきだと思ったよ。あと50年で東京の埋め立て地はいっぱいになることを知って驚いたし、どのように環境問題が大変なことになっているか理解を深めることができて、多くの人に知ってもらえたら、みんなの行動がもっと変わるんじゃないかなって思ったよ。コロナの心配があるので、みんなで見学はまだ行けないかもしれないけど、動画で学ぶことはできると思うな。みさきちゃんはどんなことができると思った？私が思ったのは、食品などのプラスチックからできているトレーはもっと減らせるんじゃないかと思ったよ。昔は魚屋さんに自分の家から保存用の容器を持って行って、そこに買いたい分だけ入れてもらって購入することができたみたいで、すごくエコでいいなと思ったよ。最近スーパーではセルフカートやセルフレジが増えてきているので、セルフで自分で持って行った容器に魚やお肉を詰めることができるんじゃないかなと思います。うんうん。衛生面ではなかなか難しいかもしれないけど、現代っぽくロボットを活用したりして実現できたらいいよね。そうだね。あとは食品廃棄の問題が深刻というので思ったのは、私はいつも食べたいものが多すぎてレストランで頼みすぎてしまうことがあったけれど、ちゃんと食べられる量を考えてオーダーするようになったよ。皆さん、ゴミ削減のために何でもいいので、できそうなことを一つ見つけて実行してみてください。あと、ゴミの分別もお忘れなく。はい、では前半は江東区のゴミ問題、環境問題について2人でお話ししてもらいました。ではここで1曲、曲をお届けしましょうか。はい、美咲さんお願いします。今から流すのは久石譲さんのサマーという曲です。この曲を初めて聴いた時、感動して大好きになったからです。またこの曲は夏の朝にぴったりな曲なので、皆さんも楽しんで聴いてください。どうぞ。Thank you.
本日は小学生放送クラブをお送りしています。第4砂町小学校5年の坂部美咲さん、そしてサポート役中学生の坂部美優さん、それでは後半戦お願いします。後半では江戸時代の江東区について話していきたいと思います。先日深川江戸資料館に行ってきました。深川江戸資料館では江戸時代の人々の生活をとてもリアルに作られた江東区の江戸の街並みの中で学ぶことができます。とっても楽しいので皆さんもぜひ行ってみてください。まず江戸時代、江東区は今の半分くらいの大きさしかなくて、私が通っている第四砂町小学校のあたりは海でまだ何もなかったということに驚きました。それな、このあたりの木場はギリギリ存在していたんだよね。あとボランティアの方々に詳しく解説してもらって知識を深めることができるのでとても勉強になったよね。本当にそう。当時の人たちはテクノロジーのない中、さまざまな工夫をして生活していて頭がいいなと思いました。みゆちゃんは何が一番印象に残っている？私は2つあって、1つ目は江戸時代の人々が住んでいた長屋の中にあったみんなで使っていた井戸についてです。江戸時代は井戸の周りに女性たちが集まってお話をしながら洗濯や食器洗いなどの水仕事をしていて、そのことを井戸端会議と言ったんだよね。その言葉は今でも使われているよね。ちなみに井戸の水は飲める水ではなかったので、水屋さんが売りに来てそれぞれの家にある水がめに水を貯めて料理の時や飲み水として使っていたんだよ。そうだね。今は水道の蛇口をひねれば飲み水が出てくるけれど、昔は大変だったんだね。そう。2つ目は江戸時代のリサイクルについてです。江戸時代の人たちは物を使えるところまで使い、無駄にせず、例えば着物は穴が開いてしていても使い、もう着れないなと思っても使えるところは切って雑巾として使ったりしていたんだよね。捨てるものといえば割れてしまって使えなくなった茶碗ぐらいだったんだよ。物を大切にすることは今の環境問題にも役立つ考え方だよね。うんうん、そうだね。美咲ちゃんは何が一番印象に残ってる？私は3つあって、1つ目は江戸時代の蔵についてです。ということでここでクイズ、1問目と同様にモッチーさんに答えてもらいます。はい、かしこまりました。はい、聞いている皆さんも考えてみてね。それでは問題。昔は火事が多かったので、お金持ちは着物やお金、食料を三重の扉がついている蔵に保存していました。そして火事が起きた時に蔵の中であるものに火をつけて酸素を少なくしてから逃げていたんだよ、うん、そのあるものとは何でしょう？シンキングタイム 5あるもの4 3、選択肢ないんだ、2 1。はいはい、それでは、はい、モッチーさん答えをどうぞ。火をつけると言ったら暖炉とかですか？残念、違います。違うんだ。正解はろうそくでした。ろうそく、昔の人って本当にすごいよね、うん、酸素が足りなくなると火が燃えなくなるってことを知っていたんだよね。なるほど。うん、そうだね。本当に驚きだよね。2つ目に印象に残ったものは病気にかからないためにしていた工夫についてです。昔は何かに例えて伝えることが多かったみたいで、インフルエンザのような感染症が流行った時に小さい子供がいる家では玄関に久松留守と書いた紙を貼っていたんだよ。実はこれは当時大人気だった歌舞伎や浄瑠璃の演目お染久松にちなんだものなんだよ。お染さんと久松の恋の物語で、お染さんが愛した久松さんはこの家にはいませんよ、だから家に入ってこないでくださいね、ということでこのおまじないが誕生したんだよ。そうなんだね。その物語では久松さんが亡くなっちゃうんだね。お染さんかわいそうだね。でも久松留守でみんながどういう意味なのかを理解するなんてよっぽど人気だったんだね。見てみたいな。美咲ちゃん、最後の一つは何？最後は江戸の町で流行った江戸わずらいという病気についてです。江戸時代、それまで主に玄米を食べていた江戸の人々にも白米食が広がりました。ところがその頃から奇妙な病が流行り始めました。白米を食べる習慣は都心部から広がり、地方ではまだまだ玄米食が中心だった当時、江戸を訪れた地方の大名や武士に
足元がおぼつかなくなったり寝込んでしまったりと体調が悪くなることが多くなりました。そんな人たちも故郷に帰るとケロリと治ってしまうことが多かったため、この病は江戸患いと呼ばれました。後に分かったことですが、かっけという病気が原因でした。胚芽部分に多いビタミン B1 は精米で取り除かれてしまうため、白米にするとわずかしか残りません。ビタミン B1 不足が原因で病気になっていたんです。なるほど、白米を食べていただける病気になってしまったんだね。昔の人は病気を予防するのも大変だったんだね。玄米は健康にいいらしいから玄米も食べてみようかな。いいね。深川江戸資料館にはこれまで話した以外のこともたくさん知れたよね。江戸時代の人たちとは今と比べて環境に優しい生活をしていたということを学んだから、江戸時代の人たちを見習って今できることを一人一人が考えていけたらいいね。そうだね。深川江戸資料館には江東区の昔を知るために行ったけれど、前半の環境問題の内容にもつながったからよかったね。うんうん、江東区はいろいろなことが学べる施設がたくさんあるので、皆さんも夏休みを利用して知識を深めに行ってみてください。はい、ありがとうございました。後半は江東区の歴史をお話ししてもらいましたが、どちらも素晴らしい内容で実際に取材に行ったっていうことだったよね。はい、行きました。いつ頃行ったのか、夏休み入ってから行ったのかな。夏休み入ってから家族みんなで、あ、お母さんとお母さんと3人で行ったのかすごいね。あの、まずその前半のゴミ問題、はい、これに興味を持ったってね、最初美咲ちゃんが言ってたんだけど、なんで興味を持ったんだろうか。なんか、うん、あの、もともとエコックル高等に行くまでは、うん、あの、江東区では昔ゴミ問題っていうのが、うんうん、あの、すごくあの多かったっていうのが知らなかったから、うんうん、だからそれってどういうことなんだろうって興味を持ちました。なるほど。お姉ちゃんのみゆちゃんもそういう感じかな、はい、あどうなんだろう妹が興味を持ったものは、はい、姉の私も興味を持つなという感じですかねいやね、そして後半は江東区のまあ歴史について、うん、これはどうして知ろうと思ったのかな。自分が住んでる町が好きでっていうことなのかな。いや、あの、うん、江戸時代の暮らしとか、うん、いろんな工夫がされてるから、うん、そういうのを知るとなんか、あの、結構今とつなげられて楽しい。なるほど、うん、それがね、そう、最後に前半の環境問題につながるってところでちょっとね、うん、鳥肌ゾクゾクと立つすごいな、そこにつながるんだと思いながら私も勉強させてもらいました、はい、ね、今日は姉妹で放送クラブ参加ということで、すごい見事な掛け合いだったねありがとうございます最初のタイトル素晴らしかったです、はい、このタイトルは2人で考えて決めたの。はい、2人で決めました。なんかラララがいいかな、なんか楽しい感じが良かったので、うん、明るい感じで、うん、ずっと2人楽しそうだった打ち合わせの時からずっと楽しそうだった、うん、じゃあお姉ちゃんから今日の感想を聞いていこうかな。はい、はい、どうでしたか。妹のサポートとして環境問題などについて勉強することができて、あの、私自身も良かったと思います。はい、もうスペシャルなサポーターさんでしたありがとうございます。さて、では5年生の美咲さん、どうでしたか今日は。いや、あの、実際に20分間のラジオをやってみて、あの、結構話すのがボリュームが結構あって、うん、あの、意外と大変だなんだなって、うん、なるほど。でも結構楽しかったから、うん、あの機会があればまた取り組みたいなと思います。ぜひまたお越しくださいもうクイズ全問不正解だったので次回全問正解目指すのでぜひまた参加してください。はい、はい、本日は坂部美咲さん、そしてお姉さんの坂部美優さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日のラジオ高等小学生放送クラブをお送りいたしました。みんなで作る伝統未来水彩都市高等、区政情報、さまざまな町の話題をお伝えしますラジオ高等、そろそろお別れの時間です。今後もどうぞお楽しみに。お相手は望月香織でした。ラジオ高等、この番組は江東区の制作でお送りしました。